はい、ご無沙汰しています、マコネーです。なんか耳元フルボリュームでそうプリンセスプリンセス聞いてたら自分の声が全然聞こえなかった。そう、何日ぐらいサボってる。いや、サボってはいないんだよね、アップしてないだけなんだよ。そう、毎日コツコツ収録はしてるんだけど、なんかね、これももしかしてアップするかどうかわかんないけど、なんかね、気分が乗らないの。気分が乗らないから、まあ、収録するだけして、まあ、パソコンね、パソコン、そもそもパソコンに電源入れるのが今嫌で、いや、ほぼほっといてるみたいな感じなのね。そう。まあ、それで、何か話したいことがあるわけでもないんだけど、今日はね、外から、部屋でパソコンの前に座りながら、なんかパソコンの前で、マイクの前にいても、なんか何か喋りたいっていうか、なんか、気持ちが良くないので、今日は、外、信濃川の、河川敷に来ています。はい。で、まあ、そう、6月の4日の日に、再び ステージで歌うことになったんですけど、今回は、荻野目洋子ちゃんのダンシングヒーロー一択っていうことなので、まあ、ダンシングヒーローを歌えるように、ちょっと全然声が、この間もそうだったんですけど、全然声が出てないし、しかも今、もう1週間ぐらい、もうすごい風邪気味で、全然治ってないんだけど、まあ、それでも、ある程度声出し続けていかないと、声は全然出ていかない。どうやって声を出してたらいい、私ってどうやって歌ってたっけってぐらい声が出てなくて、そう、まあ、まあ、もう、もっとね、いろんな声が出してたはずなのに、そう、もう3年も4年も歌わないとこんなもんなのねってぐらい声が出ないの。まあ、それでも、私を抜擢してくれた位置のために、もう、精一杯頑張りたいなと思っています。はい。まあ、今日はですね、今仕事帰りで、今何時くらいだっけ？9時12分ぐらい？そう。まあ、外の天気もすごい気持ちいいんだけど、まあ、ちょっとね、ちょっと仕事の帰りにちょっと余計なことを喋っちゃって、そう、ちょっと私の心がジグザグ。はぁ、そう。こういう時はね、青い空を見ながら、まあ、歌ったもん勝ちだよね。うん。で、何から歌おうかな。これさ、レコーダーと、音声が同時にね、流せればいいと思うんだけど、まあ、そんなに便利なことはできてなくて。まあ、聞いてる方はまたアカペラでなんか歌ってるなという感じになるかもしれませんが、ちょっとね、セーフモードとかになってる。セーフモードを切り替えるには、いや、再起動するには10秒以上できるのかな。うん。そう、まあ、セーフモードを解除してから、そう、歌詞カードを見ながら、と、あと入ってる歌をちょっと歌っていこうと思ってるんですけど、風冷たい。仕事行くときは、今、ウエイト、10キロのウエイトの直径を着て歩いてるんですけども、まあ、今日体重計測ったときに、久しぶりに100キロ切るかどうか、100.15 キロでした。はい。なので、まあ、100キロ切るまで 0.2 って感じだったけど、これは多分ね、ここ数日66食べてないから、そう、まあ、体の中の余計なものが出ちゃったか、
もしくは、そう、脂肪が燃えてるとかじゃなくて、単純に、体の中の内容物が出てるだけだと思うの。だから、全然痩せたわけじゃなくてっていうような感じなんだよね。さあ、再起動したかな？あれ？まだですね。そう。そんな感じなんだけど、まあ、それでもね、そんな感じでも、まあ、もうちょっとで100キロ切るっていうところをうろちょろ知るっていうのは、まあ、嬉しくて。そう、まあね、帰ってあれこれ食べれば、まあ、それなりにね、戻ると思うんだけど、戻ったところで1キロは戻らないと思うの。そう。ってことは、そう、まあ、ここ、1週間ぐらいで、2キロぐらいは体重を追ってるような気がする。うん。まあまあまあ、いいも悪いもっていうことで、再起動したかな？してないのね。あれ？ん？あ、動いた。再起動じゃなくて電源切ってただけみたい。そう。あ、そうだ。そう。別にアカペラで歌うだけだったら、別に耳元音声なくてもいいよね。ごめんごめん。そう。このスマホで見ながら歌えばいいか。そう。まあ、歌いやすい曲から声を出していこうか。あれ？どこ行った？これ、うん。私はね、プリンセスプリンセスの M がすごく声出しやすいのよ。そう、それでよく歌うんだけど。さあ、行きましょうか。あ、再起動、スタートした。まあ、下手に音楽入れてもね、そう、また、結局、なんだっけ？あ、これだったら多少は入る？気持ちね。いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま。あなたのいない右側に、歳は慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう、あ、あれ欲しいよ今、あれ全然出ないな。あれ、うん、なんかすげえ惨敗感ありあり。なんだろう、自分の声が聞こえすぎてなんか嫌だな。そう、もう一回やり直し。まあ、うまくいかない時もあるさね。
つも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、あなたがいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう叶わない思いならあなたを見せ出ないな。なんで今日こんなに出ないの。いいよ今でも覚えている、健太の言葉、肩の向こうに聞いた景色さえも、そう忘れへん。星が森へ帰るように はしゃいだあの時の私を、いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、うん、ちょっとなんか出てきた、酸素をね、出会った秋の写真には、はにかんだ笑顔、ただ嬉しくてこんな日が来ると思わなかった、ああ、まばたきもしないで、あなたを忘れる。うわ、胸が痛い。恋しくて、あなたの声聞きたくて、消せないアドレス、M のページを、指で辿ってるだけ、そうは下げへ、夢見て目が覚めた、黒い酒と後ろ姿が、ママたのトゥーナーティクソファンサイエーイ、星が森へ帰るように、に消えて小さな仕草も、はし、あれ見えない、私、あれ、何回あれ言ってるんだろう。まあいいや。そう。うん。まあいいよ。まあとりあえず、声出してないと、声出ないからね。うん。そう。まあ私、全部独学なのよ。あら。今流れてるのは、マドンナたちのラバーが流れてる。でもこれ歌詞カード入ってないんだけど、多分歌える。ここ歌いやすいんだよね。だって。さよならは別れの言葉じゃなくて、
再び会うまでの遠い約束、夢のとんでもしょうもん、あれ、少しでもきっと寒いだけさ、このまま何時間でも来ていたいけど、歌詞が出てこない、冷たい心を温めたいけど、あ、手にはこよ身の母は優しさ、ゆっくりとの川の中巡り合う、今度これ歌詞入れてくるよ、うん、ちょっと無理で、サビだったっけ、だったら行くな、返した男たちは思い出に変えて、の心を思い出すがいい、ただこの子の片隅にでも白目をして、あ、これなんか私なんか全然違う歌だと思って歌った、マドンナたちのララバイだと思ったら、セーラー服と機関銃ね、あれ薬師丸ひろ子さんの歌を勝手にマドンナたちのララバイだと思って歌い込んでたまあそんなこともあるよ、愛した歌詞カードがあるのにしよう、そう、せめて歌いきろう そう、とりあえず声出せ、あー出ないなたかが恋なんて忘れればいい、泣きたいだけ泣いた、目の前に違う愛が見えてくるかもしれないと、どんな広がりを言ってみせるのは、あなたを忘れるため、寂しすぎて壊れそうなの、私は愛の何パーセン、折れた翼広げたまま、あなたの上に落ちて行きたい、海の底へ沈んだなら泣きたいだけ泣いてほしい、アキラちゃんの声は出るっぽい、の誰かを愛したのなら追いかけては行けない、惨めな恋続けるより別れの苦しさ選ぶわ、そんな一言で振り向きもせず別れたあの朝には、
たの寂しさ知りもしない、私は愛のナンパ船、愚かだよと笑われても、あなたを追いかけ抱きしめたい、虹風に身を任せて、あなたを海に沈めたい。鼻水ずるずるや。まあ毎日ここで30分か1時間ぐらい声を出してるわけ。今乾燥中。おろ。さあ行くよ。足り合えないこの街を今一人歩いた。誰も彼も知らんぷりで無口な通り過ぎる。たかが恋人をなくしただけで何もかもが消えたわ。頼りぼっち誰もいない、私は愛のナンパ船。愛の印とかも入ってるんだけど、多分さ、愛の印歌わないと思うんだよね。まあさっきチョンボしたマドンナたちのララバイをなんで間違って歌ってたかな。そう、まあいいや。歌詞カードを見ながらだと下向いて歌っちゃうから声出ないね。さあ眠りなさい、疲れ切った体を投げ出して、青いそのまぶたを唇でそっと塞ぎましょう。さあ眠きるのなら生まれ変わり、あなたの母になって、私の命さえ差し出して、あなたを守りたいのです。この街は戦場だけど、ここはみんな傷を負った戦士。どうぞ心の痛みを出な、心の価値に熱い胸にあれ。なんだろう、風邪が治ったら出るのかな。まあ信じてやりましょうかね。さあ熱死にだけ見せてくれた、あなたのその涙の日から決めたの、その夢を支えて生きてゆこうと。恋な
ばいつかは消えるけれどももっと深い愛があるの。どうしあなたが背中を向けてもいつも私は遠く間違った。ね、マドンナ今はここの痛みをあれ歌詞が出てこないよ。いつも私帰って熱い胸にあ出ない。まあまあいい、まあいい、今日は許して、いや今日も許して、そう、まあそんな日もあるよね。てか最近そんな日ばっかだけどさ、うん、入ってる曲でまあ歌詞を見なくても歌えそうなのは、あ、これ歌えるかもしんない。歌えるかな。でも大体もううろ覚えなんだよね、みんな。キロロのね、ミラー、はーい、あ、もう出だしかない。とみてごらん、これがあなたの歩む道、ほら前を見てごらん、これがあなたの未来。母がくれたたくさんの優しさ、愛を抱いて歩めと繰り返した。あの時はまだ幼くて意味などわからない。あれ、そんな私の手を握り一緒に歩んできた夢はいつも空高くあるけど届かなくて辛いね。だけど追い続けるの自分のストーリーだからこそ諦めたくない。本気になると手を握り一緒に歩んできた、その優しさを時には嫌がり離れた母へ素直になれず、ほら足元見て、これがあなたの歩む道、ほら前を見てこ。の未来、うん、うん、全然出てない。でもこのキーで歌えないっていうのはちょっとかなり切ない。うん、でも歌う。その優しさを犬くには嫌がり離れた母へ素直になれず、ほら
足元見てごらん、これがあなたの歩む道、ほら前を見てごらん、あれがあなたの未来、足元見てごらん、 あなたの歩む道、あー出ないな、を見てごらん、あれお未来、未来へ、歩いて、そう、まあもう結構汗ぐっしょりかいて歌うと体力使うじゃん。いや桜が、桜じゃなくて白鳥がいるわ。最後はまあ安牌で、まあとりあえず歌えるだろうってやつを歌って帰りたいと思う。そう、まあ終わりよければ全てよしってことで、そう、これだったらアカペラで聞いててもまあ聞こえるんじゃないかな。さあ、あれ、その船漕いで行け、おーま、あれ気がわかんない、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな、あ、これだったらいけるその船は水か、あれ知らかねえ、ごめん、もう一回最初からやろう、これ最後にして帰ったらつやむわ。多分さ、この歌ってる女の子に合わせたんだよね。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな、その船は今どこでふらふらと掴んでいるのか、その船は今どこで古すもので進んでいるのか、なかさえまいと逆らいながら船は挑み、船は痛み、すべてのスイフが恐れなして逃げ去っても、その船を漕いでいけ、お前の手で漕いでいけ、前がき、あれいや飛ばしすぎて腹筋が痛い、うわあ、痛った、まあいいや。その船は自らを空船と忘れているのか、その船は上がるその時を忘れているのか、地平の果て水平の果て、そこが船の離陸地点、すべての港が明かりを消して煮込んでも、その船を漕いでいけ、お前の手で漕いでいけ、前が分かる、喉で歌ってるもん。
いやでももうやり直すのめんどくさい。その試験の時間なんだ、何をすばっかりなんだ、何の試験の時間なんだ、何をすばっかりなんだ、何を寝て付き合うんだ、何を予告すんだ、その船を漕いで行け、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを、ま、あれ、漕いで、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオール、ま、あれ、うん、乗れてないね。早く帰って休めってパターンじゃねえの？そう、まあでもそう、ここまではウォーミングアップよく言うよな、私も。そう、本番の曲をとりあえず歌っとかないと帰れないことが分かったそう、うん、本番はね、そう、本当にこれを私に歌えって言うがって思うんだけど、あれ入ってた。本番は、あれ、長岡ジンクが入ってる。こんなに体調不良で、まあでもね、まだ結構あるし。愛してるよなんて刺さってもくれない、キャンドルライトが素敵な夜よ、迷う靴なら星屑に変えて、真夜中のメリーゴーラン、ついて行きたいの、今夜だけでもシンデレラバイ、 Do you wanna dance tonight? ロマンティックをさらって、 Do you wanna hold me tight? ちょっと気の Do you wanna dance tonight? シューズで踊って、 Do you wanna hold me tight?なんか昨日より全然出てないんだけど、まあいい。あー疲れたな。君が好きだなんて抱きしめてもくれない、不思議色の未来、素敵な夜よ、瞳に飛ばすの誘惑のレーザー、二人だけのパラダイス、飛んでみたいのよ、今夜だけでもシンデレラバイ、 Do you wanna dance tonight? ロッピービートを鳴らして、Do you wanna hold me tight? スパンカールシンデレラバイ、 Do you wanna hold tonight? 遠い目の扉を開いて、そう、そのね、そう、その中間がね、出し方が分かんなくなったのよ。そう、分かってるんだけど、水のため息夜空にこぼして、セーフムエンジェル愛してほしいの、今夜だけでもシンデレラバイ、 Do you wanna dance tonight? ロマンティックをさらって、 Do you wanna hold me tight? どっちな、はぁ、あ
暇な散らしてまたまたまた赤熱いビート鳴らしてルーワネハみたい。これをあと2週間で仕上げなきゃいけないんです。で、風邪も治らないし、風邪も治らなければ声も出ないし、キーを落として音声を作り直すかどうしようかっていうところなんだけど、ダンスしてるメンバーがいるから、ダンスしているメンバーがキーを落とした曲のやつで踊れるのかな。私今回ダンスを踊るメンバーに入ってないから歌うだけだから別にいいけどさ。山田言えるのにチックショーと叫ぶ心はあるか、そこを見て渡してみても何もがないのなら君自身を照らすってことさ。誰かにぐらいがちょうどいいのさ、意味を気が踏み込むのさ、何度倒れても。立ち上がれその心よ、耐え尽くせ命の火を、どこまでもつけるよ君が頼むならば、何もそしてまた笑いよう。吹いているとしても誰にも攻撃されてない、嫌いがちょうどいいのさ、血の心意味を見込むのさ、何度倒れても。なんかね、声出しないとね最不安なんだわ。そう、なんか今日はめちゃくちゃ消化不良気味で、このまま帰っても多分ものすごいなんかやみやみなんだよね。そう、なんか歌っていく。まあ笑顔歌うの愛という手紙3つを舞い続ける。これは高橋優さんのプライドを生かってる尊感を抱きいるよ、慣れちゃういいと信じてりゃそりゃ叶わないよ。とりあえず、もうなんかね、歌った感を感じて帰りたい。そう、もう声出してるだけじゃなくて歌った感を感じて帰りたい。もう何でもいい。てか今日歌った曲しか歌詞入ってないから、とりあえずもう一回 M を歌ってみよう。も一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに。あ、ごめん、無理だ。もう。もう、やめときなさいサインが出てる。今日はもうやめます。まあ明日も天気いいから明日もちょっと別の曲を歌ってみようかな。そう、まあそんなわけで、そう、まあ結局ダラダラ歌ってるだけでしたが、これ配信するのかな。まあね、
ちょっと気分転換になったかな、私自身が。聞いてる人は多分ストレスしか溜まってないと思うけど、まあいいよ、許して。さあ、さて帰るとしましょうか。そんなわけで、まあ配信してれば多分1週間ぶりぐらいの配信になると思うんですが、まあさらっと、まあそんな時もあると心の中で許してください。まあこんなでした。バイバイ。あれ？電源切れてる？途中で切れちゃった？あ、切れてない。じゃあね、バイバイ、マコネでした。